今年のヨーロッパ選手権優勝。サラエボは7位でしたが世界選手権第3位です。同じあのダブルサルコーでもあのように高く飛ぶと迫力ありますね、はい、トリプルアクセルからダブルアクセルです。チャーリー飛びましたね。コンビネーションジャンプは3回転半から入りました。このポジションは難しいポジションです。今年あの3月で見せたあの世界選手権のフリーでですので、はい、あの荒さがですね、はあ、あの随分消えましたね。そうですか、非常に良くなってきました。おっしゃるように確かに以前のファジェエフというのはスピードに任せてっていうところがちょっとあったような気がしたんですよね。